いいかな。ヘイヘイヘイ。はい。急遽動画を撮ってます。シグマさんからですね、こういうレンズが届いたんですよ。14の F1.4 っていうね。何このスペック。やばくない？ちょっと開けてみましょうか。とりあえず、どんなレンズなのか。これ本体ね。とりあえず本体いきますよ。何これ。でかっ。結構でかい。あ、三脚、三脚座ついてるよ。何これ。三脚台座ついてます。14mmF1.4 で三脚台座ついてます。何このレンズキャップ。お、前玉でかい。ミラーレスになってから、こういう前玉、あんま見なくなったけど、久しぶりにでかいね。てか、何このレンズキャップ？なんか、めっちゃガンダムみたいなんだけど。なんかこう、パカパカ言う。1、2、え？何このレンズキャップ？あ、これくっつくんだね。で、え、待って、ソニーのボディ、ソニーのボディ。ちょっとね、ちょっと引いてます。ちょっと引いてますっていうか、なんだろう、いい意味でも、いい意味だね。いい意味で引いてますけど、何このレンズ。やば。あ、まあ、14の F1.4 でもね、こうなるわな。すごいね。ね、明日からちょうど北海道行くんですよ。北海道で撮影する機会があるんで、まあ晴れればですけど、持ってきましょうかね、これね。なんだこれ。はい、それでは、早速撮ってきました。普通レビューってこう開封した後こういろいろ細かく解説して、でその後ね、実際にこう画像を見せるみたいな話になると思うんですけど、今回ねちょっとね気になりすぎちゃって、先にちょっと撮った画像見ましょうよ。というのもね、私今初めて見ます。これだな。これが F1.4 のね、あのソニー α7R5 ですかね、に14の F1.4 つけて、これ感度 6000F1.4 の5秒っていうシャッタースピードで撮影します。まあ5秒ってすごい短いですけど、 14mm ってワイドの画角になると、あの地球の自転の影響っていうのを周辺が起きやすくなるので、まあ本当は赤道儀で乗っけて追尾するのが一番そのレンズの性能って、結像性能って確認しやすいんですけど、まあ今日は F1.4 なので5秒っていう露出で適正露出が得られますから、これで見てみますね。これさ、もうなんか違うよね。あの真ん中と周辺でどんだけ星が崩れてるかね。 F 値開放の状態です。で真ん中見ると、うん、うわシャープだな、おい、なんだこれ、すげえシャープだな、おい。ボディがね、ソニーの α7R5 なんですよ。だから高画素機ですよね。うん、画素数がすごい高いんですけど、めちゃめちゃ改造してんじゃん、なんだこれ。ということで、ピントはずれてないよね。ピントはずれてませんでした。はい。周辺行きますよ、だから。周辺見ますよ。まあでも、こうやって見る限り、そんなになんか、F1.4 だとめちゃめちゃ周辺原稿するようなイメージありますけど、そんなに周辺原稿してなくてですね。
言葉になりませんね。鳥肌立つわ。縦構図の写真とか見てみます？縦構図の写真、これ縦構図の写真ですけど、これさ、あの星撮ってる人ならというか、まあ普段から私のチャンネル見てる方でもこの凄さ分かりますかね。全然形崩れてない。この真ん中の方がもちろんするんですけど、周辺に行くに従ってこう普通ビヨッとこう羽が横に広がる感じなんですよ。一切それがないですね。一切って言っていいよねこれね。今 100% 見てますけど、一切それがないですよ。 F1.4 で開放、 F1.4 でなんて言えばいいんだろう。全然レビューにならない。これすごすぎて。いやー、シグマさんやばいの作ったね。っていうか大丈夫？なんか逆に心配になりますよ、こんな星空に特化したレンズっていうか。いや、しかもここまでやるかっていうレビューができないぐらいすごいです。すげえいいかな。うん、はい、それでは先にちょっと画像を見ていただきましたけど、ちょっと落ち着くために場所を変えました。いやー、すごかったね。もうなんかレビューできなかったですね、すごすぎてね。まあそれはさておきですね。はい、このレンズですよ、シグマの14の F1.4、このレンズは今回ソニー E マウント用、それからライカ L マウント用で発売されるということで、私は今回ソニー E マウント用でお借りしました。開封の時に、まあ、中身何あるのかっていうのをちゃんと言ってなかったと思うんで、まあ、そこからいきましょうか。他に入ったのは、形状の違うストラップが2つですね。これは、レンズケースにつけるやつかな。あ、ここね、ここにストラップが取り付けられますよという風になってるみたいですね。ネジが2つと六角レンチ、滑り止めだね。この六角レンチでここにネジを2個入れて滑り止めにできるっていうものがついています。はい、ソフトフィルターをカットするときに使う型ですねが入ってます。で、このゴムのリングなんですけど、これはどうやら三脚台座を変えるみたいだね。ちょっと一回外します。あ、外れた。あー、こうなってんだ。このデコボコがここに入るんだね。あ、この線をここに合わせればいいのかな。あ、これでいいんだね。まあ、三脚台座、使わずにこう手で持って撮影したい人はこっちの方がいいですよね。うん、今ね、シグマさんからもらった資料を見てるんですけどね、徹底的な収差補正を行いましたと。絞り解放、画面全域、無限遠重視で高度な収差補正を達成と、まあ、2メートル以上離れた場所にピント合わせてくださいみたいなこと書いてますね。で、すごいですね、サジタルコマフレアを、特に星の像、製造ですね、の形状に影響するサジタルコマフレアを重点的に補正したって、まあ確かにそういう画像でしたよね、さっきの画像はね。シグマさんで過去に発売されていたレンズで、これいいのがあったんですよ。14の F1.8 っていうレンズがありました。これは、一眼レフ用です。キヤノン EOS 用とか、ニコン F マウント用とか出てたやつですね。この14の F1.8 っていうレンズも、まあ、成形写真当時、撮っていた方は結構使ってた方多いんじゃないかなと思います。私もずっとこれ使ってたんですよね。どんどんその一眼レフで出してたレンズがこのミラーレス版にこうなって発売されていった感じがあるんですよ。この14-24の 2.8 とかも、これも、これ一眼レフ用ですけども、これもミラーレス用のレンズが出るようになったりして、まあ、いつその14-1.8 の、ミラーレスバージョンが出るのかなみたいなのを思ってたんですよ。そしたらさ、それの
さらに上を行く14の F1.4、1.8 まではできても 1.4 って相当苦労するみたいなんですね。でしかもこういう広角レンズで、なおかつ成形写真星でも撮れるっていう風になると相当な精度が求められると思います。これ今比べて思ったけど一眼レフ用のやつよりもでかいんだね。ミラーレスってほらフランジバックって言ってカメラのセンサー面との距離が短くなってるじゃない。だからその分設計が有利になるっていう話なんですけど、普通その設計を生かして短くなるはずなんですけど、これ長くなってますね。だからその分鋭い描写が得られるように余裕のある設計にしているっていうことなんだと思いますね。ただ大きさは違うんですけど、これよく見ると分かりますかね。レンズの前玉のこの出っ張り具合がこっちの14の 1.4 の方が抑えられてますよね。要はですね、こういう超広角レンズの、デメリットっていうのがフードが短いことによるゴーストだったんですね。明るい F 値を保つためにこのレンズ口径が大きくなって中差を防ぐためにこうレンズがデメキンになるでしょ。でそうするとどうしてもフードの蹴られっていうのが発生するんで、レンズフードが短くなるんですよ。だからこうレンズの横からこう街灯の光とかが入るともうゴースト入ってすごかったんですよ。いくらコーティングで、そのゴーストが、入らないようにっていう風に設計したとしても正面は良くても横から入った時に結構ゴーストが出るんですよね。だからね、夜景撮影とかはちょっと自分はあまりこういうレンズは使いたくないなと思っていたんですが、新しいこの14の 1.4 はだいぶフードが長くなってますよね。これ横から見てレンズ見えないよね、これね。なんかギリギリフードある感じですもん、こうやって見ても。うん、レンズフードがちょっとちゃんと前玉を隠すようになっていて、でね、資料によるとね、ちょっと今回試せてないんですけど、ゴースト逆光時のゴースト再生も相当ありますよと。画面内に光源がある場合にも特に優れたゴースト再生を発揮、快適な撮影が楽しめるということで、でちょっと各部を見ていきましょうか。いやこれレビュー難しいな、盛りだくさんすぎるな。ちょっとでもう一回ちょっと三脚台座に変えますね。このリムーブとこの線を多分合わせればいいんだ。あ、はいはい、これでつくんだね。レンズの前玉が大きいレンズなので、ここに三脚台座がついています。これがアルカスイース規格で切ってあるので、アルカスイース規格の三脚ですね。こういうやつ。でね、これ注意なんですけど、私、レオポテさんの G4 っていう、雲台を使っているんですが、これアルカスイースあるあるなんですけど、この三脚台座がちょっとね細いみたいなんですよ。なんでちょっとスカスカな感じだったんで、レオフォトの G4 とか結構使ってるユーザー多いから、割と注意かな。うん、だからもうアルカスイースだったら何でもはまるっていう風には言わない、思わない方がいいってことですね。あとレンズヒーターリテーナーってやつですね。ここにねまたあのくぼみがついてます。こういう風にねこっから引っかかって前に行かないようになってる。で、20の F1.4 と比べるとあのレンズの前玉に近くに設置できますね。これ結構嬉しいな。レンズってレンズの前玉が曇るのでその前玉だけを温めたいんですよね。でこういうギリギリのところにこう設置できるっていうのは割と嬉しいかもしれない。でここが、ピントリングなんですけど MFL だね、マニュアルフォーカスロックの機能。ピントを合わせてマニュアルフォーカスロックしたらそこからピントがずれませんよっていうのが搭載されています。それから、後ろにこのリアフィルターホルダーがない、はい、ついてます。リーのソフトフィルターとかを持っている方であれば、最初付属していたあのシグマさんの型ですね、あれ沿いにそのソフトフィルターをカットしてここに差し込めば、後ろレンズリアにソフトフィルターが取り付けられると、周辺の星の歪みとかを防止してくれるような感じですよね。でこのガンダムみたいなキャップ、これ何なのかなと思ったんですけど、ここにソースフィーザーを収納してくださいということらしいです。これが1枚2枚と。だからあのリーのソフトフィルターって、ナンバー1から5まであったんですけど、そういう例えば、2と3とか、まあ、そういう2枚をねこことここに収納できますよという配慮みたいです。まあ今このリーのソフトフィルターがないので、今後、どっかのメーカーが似たようなフィルターを出してくれるといいなっていう感じなんですけど、その時にここが発揮されるんじゃないかなというふうに思いますね。
とにかくですね、この 14.4 っていうスペックに関しては、業界初ですし唯一無二ですよ今のところ。シグマさんオンリーです。しかも多分ね、他社は作ってこないと思うよ。このスペック作ってこないと思います。だってあまりにも星に特化してて、普通メーカーさんってね、こういろんなユーザーさんに使ってほしいから、いろんな使い方ができる商品っていうのを作るメーカーさんが多いと思うんですけど、これはね、あまりにも星空寄りというかね、え、まあある意味シグマさんらしいですよ。前回レビューしたこの 24mmの F1.4 これも星空でバッチリ使えたレンズですけど、そこに加えてこの 14mmの F1.4 が加わったということで、このシグマさんの F1.4 のラインナップ熱いね、すごいね。 F1.4 になると、さっき言ったシャッタースピードを5秒とか、場所によっては3秒とか 2.5 秒とかできるわけですよ。そういう風にですね、シャッタースピードをえらい短くできるので、1枚にかける撮影時間というのは極端に短くなる。それから日周運動の影響を受けにくくなる。タイムラプスを撮影している人は、いつもの倍以上の枚数タイムラプスが撮れるので、ゆっくりふわーっと動く美しいタイムラプスが撮れるっていう、そういうメリットがあります。でその他にも F1.4 でここまで撮影できると感度が下げれますよね。感度 さっきは感度 6400F1.4 で5秒でしたけど、感度 3200F1.4 で10秒っていう設定も撮影できるわけですよ。で完全に点で止まってなくても、ちょっとぐらい流れてるのも私気にしませんみたいな方ってやっぱいらっしゃるんですよ。私も構図によっては全然気にならないので、感度6400から感度3200に落とすメリットっていうのはダイナミックレンジですよね。シャドウの部分がのっぺりしないっていうのかな、そういう優れた画質になるっていうことと、高感度ノイズですよね。6400から3200にするとだいぶノイズ減りますから、そういうリッチな画質を得ることができるっていう意味で 1.4 っていうのは素晴らしい F 値なんですよね。だからもう戦国時代だね本当。自分が成形写真始めた時っていうのは F2.8 が標準で、 F2 に行けたらもうそれは万々歳だねと、 F1.4 なんてそんなの行けるわけねえじゃんみたいな時代だったのに、こうも簡単にさ、簡単にっていうか、まあシグマさん努力してるんでしょうけど、もちろんね F1.4 のレンズがガンガン出てくると F2.8 暗いよねっていう感覚になっちゃうんですよ。 F1.4 のレンズ使い慣れると F2.8 とかね、ほんと暗くてしょうがないんですよ。あ、こんなに1枚に対して写真に露出時間かかるんだとか、あ、これでも適正露出でないんだとか、そういうね結構ジレンマっていうか不自由さみたいなのを感じるようになるんですよね。だからね F1.4 一回味わうともう手放せなくなるので、多分これを超えるレンズはなかなか出ないでしょう。うん、よくね、新しいレンズが出たらまたいいのが出た、またいいのが出たみたいになるけど、これはさすがにねこれから出ないんじゃない。このレンズの魅力がどこまで伝わったか分かりませんが、今後も私このレンズ使っていく予定ですので、その都度ですねこのレンズで撮影した画像をですね皆さんにちょくちょくこれからも見せていこうと思いますので、引き続きチャンネル登録高評価、それから通知をオンにしていただけると嬉しいです。それでは、今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー、どうもー。